はい、向こうです。今日なんですけども、向津のね、対外試合、練習からの対外試合で4時間枠を抑えてたんですけど、このようなね、昨夜から、夜中から雨が降り続いたみたいで、中止とね、なってしまいました。これね、もう14時から18時だったんですけど、もう朝の時点でね、こう、中止ということで、ちょっとね、グラウンドもだいぶぬかるんでるんでね、やっぱ天気には勝てないっすね。今ね、ツイッターとかでこう草野球中止とか雨で中止、野球中止みたいなの調べたら、めちゃめちゃこうね、みんな中止になってたんですよね。もうこの悲しさってなんかもう、なんていうんですかね、小中高生の野球部の時はこう雨が降るとね、なんかこう、ああ、よっしゃ、今日めっちゃきつい練習休みやみたいな感じで思ってたんですけど、この草野球人のね、この週1回の野球で中止っていうのはね、結構ね、大打撃なんですよね、メンタル的にも。これ多分皆さんね、大人になったら分かりますけど、大人の方はね、今分かると思うんですけど、この週1回の野球にね、どれだけ俺たちが命をかけてるかっていうね、そういう思いでやってるんですけど、やはりね、ちょっと天候には勝てない。スポンジもね、一人でね、こうスポンジやろうかと思ったんですけど、ちょっとこれ厳しいかなということで、こんな感じですね。こんな感じで、もうびちゃびちゃなんで、せっかくグラウンドまで来たんですけど、おとなしく帰ろうかなと思っております。悲しいっすね、本当。いつ梅雨明けるのかって思ってますね。はい。また出直したいと思います。はい。平日野球はやれたんですけど、雨でもね、人工芝だったんで、ちょっと向津専用グラウンドもう人工芝で欲しいっすね。はい。梅雨が早く終わってくれることを願っております。また皆さん一緒に野球しましょう。向こうでした。